カユンガ県と2001年から2005年の県境。カユンガ県は、ウガンダ中南部、ウガンダ北東部の県。カンパラの北東約70キロメートル、セジブワ川とシロナイル川の間にあり北は、は、清ガ湖の南西部である。1894年に、ブニョロからウガンダに奪われた地域の最東部のブゲレレにほぼ、等しい。ブゲレレは、 セメーカクングルの領地とされ、1901年にはブゲレレ軍が置かれ、主張はムゲレレとされた。カユンガ県は2000年12月に南の向こうの県からバーレ軍とオンテンジェル軍が分割されて設置された。面積は1 8 1 0キロ平方メートルで、北のバーレ軍に4、南のオンテンジェル軍にカユンガ TC を含め後の旧副軍に61の教区が置かれている。 最北部にはカクングルにより築かれたガリラヤ砦の名残でガリラヤ副群がある。2002年の国勢調査人口は297,081人。2008年度の外産人口は328,806人。コーヒーが主な商品作物でバナナ、サツマイモ、キャッサバなどが栽培される。知事に相当する。 第5地域議会議長は選挙で選ばれたトマス・ムロンドが逮捕されたため2008年12月以降は議長代理のボニファス・バンディクビ。北西に中ソンゴラ県、西にルーエロ県、北にランゴ地方のアモラタル県、東にブソガのカムリ県、南東に神社県と接する。ありがとうございます。